サムゲタンは韓国料理の一つで、鶏肉の中に、高麗人参、もち米、松の実等を詰めて煮込んだ料理である。薬膳料理やおぎなえみ料理ともされている。内臓を取った若鶏の腹の中に、高麗人参、六条、ファンギ等の漢方、及びもち米、クルミ、ナツメ、ニンニク等の食材を詰め、長時間煮込んだ料理である。専門店では、 ウコっの肉を用いたおごるゲタンやウルシの木と一緒に煮込んだおっけたを出すところがあるが、通常のものより高級品とされ、値段が高い。また、サムゲタンにすっぽん、アワビ、濃い糖を加えたものを四本タン、サムゲタンの鶏を半分にしたものをパンゲタンと呼ぶ。煮出した熱いスープと共に提供される料理だが、朝鮮では夏バテ時の疲労回復としてよく食べられているため、 夏の料理として提供する店が多い。特に三福は日本の土用の牛の日におけるうなぎと同様に食べると健康に良いとされているため一年中食べることができる専門店の他に夏の間だけ提供する食堂も多い。またサムゲタンは材料さえ入手できれば家庭でも作ることができる。朝鮮内ではサムゲタン用に処理された若鳥が販売されているか。 冷凍食品やレトルト食品、サムゲタンの元となる旨味調味料も販売されている。注意点として、カロリーと材料の問題がある。サムゲタンは、基本的に鶏一羽を丸ごと入れて作る料理であり、高カロリーの食品である。また、材料の一つである、高麗人参は風等で発熱がある時に食すると、動気を誘発するため、発熱時に、 高麗人参入りのサムゲタンを食する行為は近畿とされている。中華料理にはサムゲタンと同様に鶏肉を他の材料と共に煮込んだスープ料理が存在する。福建料理として清ン豚禅には鶏があるほか薬膳として豚トトリ油や大焼け取油が存在する。これら中華系料理とサムゲタンは一見似ているものの冬に食される材料に米を用いない。 鳥の中に他の材料を詰め込まないと死災が異なっている。また、台湾料理の朝油鶏といった他の薬膳と混同しているケースも見られる。李氏朝鮮時代、朝鮮では鶏肉料理が普及しておらず、三福にはユッケじゃないし、ポシンタンが食されていた。サムゲタンは日本統治時代の朝鮮で、軽肉料理が発展する過程で誕生したと考えられている。 当時朝鮮を統治していた朝鮮総督府は、経乱生産のため、朝鮮全土の農村に、それまで普及していなかった養鶏を副業として、始めるよう奨励していた。その結果、朝鮮でも、鶏肉を使った料理が1910年代から徐々に普及るようになり、1917年には朝鮮料理、研究家の方新栄が、著書の一万宮、七備、朝鮮料理製法で、 タッククを1924年には利用元が著書の朝鮮無双新式料理製法で調味料なしで材料を長時間煮込むペクスクをそれぞれ紹介している。サムゲタンは遅くとも1920年代には存在しており当時は鳥三湯と呼ばれていた。昭和5年観光の日本地理風俗体系16巻の202ページには夏の3ヶ月間 人参ともち米の少しばかりをメス鳥の復空中にうずめて、その姿のまま煎じ出した液を鳥三湯と称し、一椀ずつ引用すれば、茂る鏡に買いあり万病に侵されずと、なし、負荷はこれを節用するとあり、当時の朝鮮の富裕層が水滝に粉末の高麗人参を入れて、サムゲタンの原型を作ったことがわかる。ただし、当時のサムゲタンは現在のように、 食べるものではなく、煮込み続けているものを数日にわたって少しずつ、薬用スープとして飲むものであったと考えられている。また、昭和10年間の冊子、伸びゆく形状電気に、真の朝鮮料理は、貴族、上流階級の専有であって、平成形状この口に入らぬとあるように、特権階級の習慣は一般に知られていなかった。そのため、 文献資料に乏しいだけで1910年代から存在した可能性も考えられる。サムゲタンが現在の形となるのは1960年代の大韓民国においてである。韓国独立後も1950年代まで、鶏三湯はタッククやペクスクと比べるとマイナーな鶏料理であり、食され方も従来の方法が取られていた。だが、 1953年の朝鮮戦争休戦後に、高麗人参が普及すると、軽新油も本格的に飲食店で提供されるようになり、粉末で入れていた高麗人参が丸のままとなったほか、1960年代には、高麗人参の効能を強調するために名称が、鳥三油からサムゲタンへと変わっていった。これ以降、サムゲタンは、三福に食べる料理として、 夏の料理を代表する地位を築いている。なお、中華人民共和国の百度百科は2021年3月29日時点でサムゲタンの関東省期言説を唱えている。百度百科はサムゲタンを中国古来の関東式の家庭スープ料理であるとし、中国から韓国へと伝わり、韓国の代表的な宮廷料理となったと主張している。だが、 その根拠となる詳細について百度百科は一切提示しておらず、2021年3月29日以前にサムゲタンの中国起源説を唱えていた辞典、辞書も同4年末時点では確認されていない。鶏の腹から内臓を出して、そこに高麗人参と洗ったもち米、さらに干し夏目、栗、松の実、ニンニクなどを詰めた後、水に入れて、 最低2から3時間じっくり煮込む。長い場合は丸1日煮込むこともある。煮込む際に長ネギなどを加えることもある。一人1羽ずつ熱々のスープに入れて、トゥッペギで供する。朝鮮風では調理時に味付けはほとんど行わず、食卓で塩、胡椒、キムチなどで味を整えて食べる。小皿に塩を入れ、少量のスープで溶き、 そこに肉片を浸すという食べ方もある。よく煮込んだ場合には、簡単に骨が外れ、また軟骨まで食べることができる。小骨も食べられるとされるが、鳥の小骨は鋭く尖った形に砕けて、胃を傷つけるので、食べない方が安全である。スープを残し、そこにご飯を入れることもある。サムゲタン。デジタル大事戦、小学館。2013年12月15日、閲覧閲覧。 サムゲタン、スーパー大事林、三成堂。キツリンインポート商品一覧挑戦人参くれない。三キツリンインポート。二千十二年十一月二0日閲覧。自身復権主編、祖翼省主編、出版、復権人民出版社 ISBN、ISBN、九百七十八から七から2一1 0七六六三五人参トントリュユ的公位さおよ作用参語ため。 金毛活行リュ湯アジアトゥデイ。2021年4月30日閲覧。AB、主映画の飲食100年、雇用の象徴新リュ湯敬語新聞2011年4月19日。AB、朝鮮日報。2021年5月1日閲覧。ありがとうございます。